すごい訓練されてる。あらまあ、いい子ですね。あらまあ、何コリって言うんでしたっけ。これはシェットランドシーパス、シェットランドシーパス、そうはい、うわーすごいね。動画で撮ってますから大丈夫ですよ。そうですね、はい、ちゃんとメガネもちゃんと胸に入ってますね。小さい頃からね、白内障予防用につけてる。おお、そう、ちょっとね、目の弱いタイプ、ね、あ、このタイプは、うん、あ、北欧系だからじゃなくて、やっぱりね、イギリスだよ、やっぱ掛け合わせが、あ、そういうのでね。そうですか。何あと他に訓練してるんですか。いや、もう全然何も訓練、何もしてないな。メガネだけ、はい、そうだよな。これで何歳ぐらいですか。親子なんで。あ、親子ね。ママが9歳で、うん、パパが6歳で、うん、あとは子供たちが5歳。おー、車って随分大きいね。これは栄養全部取ってます。おー。で、この中でやっぱり犬ね、は上下あるって言うけど、あります。ボスはあったら、ボスは一応これなんだけど、お母さん。おー。ただ、対抗意識はパパが対抗意識が強いです。ってなって威嚇しますか。あったり吠えたりはうちの子はしないですね。しないね。そうですか。どちらから来られたんですか。横浜です。あ、横浜ね。あ、そうですか。どうもありがとうございました。バイク見ます。あ、バイクもやってる。はい、じゃあバイクも見ましょう。サイドカー、いえ、乗せ方もある。そうですね。そういう乗せ方もあった。そうですか。これ飛び出さないですか。あ、訓練しで。訓練し。あ、セル。そうですか。ハーレニーバイクですか。確認取って。あ、それでいいって。へえ。日本で一台、世界で一個かもしれませんね。まあ、ひょっとするとこれ、ひょっとするとヒットするかもしれませんね。あ、そうですか。うん。いますけどね。あ、そうですね。ただこれだけのに個数乗せてるのはあんまり見たことない。そうですよね。そうですか。サイドカーにすると一緒に抜けられる。よければ顔を撮って今度見てください。 YouTuber だから。YouTube やってみますか。
でこっち、これから。私たちこれから沼津行って、沼津で今日泊まりです。どうもありがとうございました。映ってたのに。シェットランド5匹を連れてました、積んでました。